巨人、痛恨敗戦。巨人が今季20度目の完封負けを喫し、優勝マジックは4で足踏みとなった。先発の戸郷は7回を投げ、9安打されながらも1失点の面倒。野手も再三の攻守を見せたが、DeNA の先発、ジャクソンを攻略できなかった。試合は2回、浅野が守備で痛恨ミスを犯した。この回、先頭オースティンの打席。ワンボールワンストライクから3球目、巨人の先発、戸郷の148キロを狙うと、ライト後方の飛球になった。上空には、右から左に強い風が吹き、雨足も強まるなど悪コンディション。敗走した浅野だが、少し目測を誤ったようで、再び前に出ようとしたところを足を滑らせた。転倒すると、グラブの横でボールが弾む。転々とする間に、オースティンは三塁まで進んだ。記録は三塁だ。続く宮崎、桑原と連続四球で歩かせ、ノーアウト満塁のピンチを招いた。それでもここで戸柱をセカンドゴロ併殺、申告敬遠を挟んで、ジャクソンを見逃し三振に切った。最大のピンチは脱したが、続く3回にワンアウト三塁から、佐野のセカンドゴロの間に先制点を許した。一方、打線はジャクソンの前に苦戦。1回、5回と先頭が出塁したが、後続が続かず、6回を3発2安打。なかなか得点圏にも進めなかった。この敗戦で、わずかに可能性を残していた27日、中日戦での本拠地胴上げはなくなった。最短部位は28日広島戦。また浅野で負けたんや。明日はベンチスタート確定や。DeNA 明日も勝ってください。もはや優勝するチームの打線じゃない。また明日、次、今更打てないことを騒いだって仕方ない。この展開を月曜日にやって欲しかったな。ああ、せっかくタイガースに勝ったのに、残念ですね。同点ホームラン逆転ホームランある球場なのにな。このまま6連敗みたいなこともゼロとは言えないからな。おっと、戸郷で落としていいんですか。もう、ほぼ優勝は決まってるから、じっくり行こうぜ。日本シリーズ行っても、ソフバンの悪夢が蘇る。ここまで打てないの、巨人歴代ワースト打線だろ。横浜に頑張ってもらうしかないね。野手から、全く、意地を感じなかった、投手におんぶに抱っこで情けない。横浜が明日も勝つとおもろい。巨人は、ここ3試合で、たった1点しか取れていない。戸郷でも負けたし。嫌な負け方。ここまで点取れないと、重傷やね。もはや、チャンスさえ少ないのはそろそろやばい。